スター、イツキが人に囲まれてます。何かあったのでしょうか。イツキさん、今度一緒にクエスト行きましょうよ。面白そうなの見つけたんです。ちょっと待ちなさいよ、あなたのレベルじゃ釣り合わないでしょ。喧嘩はやめようよ、みんな仲良くですよね、イツキさん。君たちの好きなように。ただ今日は会議があるから、そろそろログアウトしないと。イツキさん、社会人なんですよね。 IT 系って聞いたんだけど本当ですか。証券会社でしょ。この前株がなんとかって言ってたし。すごーい、エリートサラリーマンなんだ。リアルでもかっこいいんですね。違うわよ、いつきさんのリアルはって内緒でしたよね。何それ。落ち着いて。実は僕、リアルでは全くモテなくてさ、女の子と話したことなんてないくらいなんだ、なんてね。また冗談ばっかり言うんだから。会議があるのは本当だよ。イツキが私たちに気がつきました。こっちに来ますよ、マスター。残された彼女たち、残念そうです。いや、いたのなら声をかけてくれればいいのに。どうしたんだい。狩りの仲間でも探しているなら付き合うよ。本当にそう思うかい。君、恋愛はあまり得意じゃないだろう。さっきの子たちは僕のファンなんだってさ。僕の情報を欲しがるからさ、断片的に差し上げているだけだよ。最近はリアルで会いたいとか言われていてね、さすがにそれには応じられないから、代わりのサービスみたいなものかな。彼女たちはその断片を自分の都合に合わせて組み立てる。だから僕はエリート社員だったり、どっかの企業の社長だったりするわけだ。しかも僕のリアルはこのアバターそっくりらしいよ。もちろん否定はしないけどさ。だってその方が彼女たちも楽しめるだろう。君はたまに返事に困ることを言うね。人間は好きだよ、子供と老人、それに男と女は嫌いだけどね。まあ彼女たちは役に立ってくれることが多いからな。レベルは高いし、いい情報もくれるし、だから、
好きと言っていいんじゃないかな。まあもちろん君たちのことも大好きだよ。まあまあそんな睨まないでくれよ。僕、君には結構本音を話しているつもりなんだけどな。この間話したことを覚えていますか？あ、それもあるんですが、理想の関係の話です。あれから考えたんですが、私、マスターと理想の関係を目指してみたいのです。あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもないってことも。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく努力してどんどん強くなって、優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、マスターがここに来て変わったところもやっぱりたくさんあると思うのです。そういうのを成長っていうのかなって思ったら、私も一緒に成長したくなりました。マスター、私マスターのことが大好きです。それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちらも一緒に。私たちの理想を目指して。
クワクです。マスター。ですか？どこか辛いところがあるのですか？え、単に眠くなっただけですか？はあ、安心したのです。マスターが突然ここに倒れたのでびっくりしたのです。なるほど、体を休めたいだけだったのですね。私もマスターの真似をしたいのです。マスター、隣に寝てもいいですか？いいけど少し恥ずかしいですか？どうしてなのですか？恥ずかしいという感情は確か失敗したことを他人に見られたりした時に感じる感情だったはず。別に今マスターは何も失敗などしていないですよ。そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか？なかなか難しいのです。人間の感情を理解するにはまだまだ時間がかかりそうなのです。いろいろと考えていたら、何やら頭がぼーっとしてきたのです。あ、そうなのです。マスター、ここで私も寝てもいいですか？寝転がることではなく、睡眠をとるという意味の方です。すぐにまた元気になってマスターのサポートをするのです。待っていてくださいね、マスター最高です。